はい、こんにちは。今日はね、この前ライブ配信の記録が削除されたことについて、僕なりにまあいろいろ考えて、今後の対応を決めましたので、そちらの方をね話していこうかと思います。まず、なぜ削除されてしまったのかについてですけれど、これはね、まあ、僕が考えた範囲で、まあ、合っているかどうかはわかりませんけれど、ライブ配信をする人を、あまり好ましく思ってない方、もしくは方々によって、YouTube の方に誤った医療情報を流しているということで、通報されたのではないかと考えております。まあ、これをね、ちょっと詳しく話してしまいますと、今後ね、状況がまたさらに悪化してしまう可能性もありますので、詳しくはお話ししませんけれど、まあ、この線が、大きいのかなと思っております。そして、今後の対応ですけれど、ライブ配信時に、外宣活動を行っていた団体の、単独で主催するような外宣やデモなどにはね、ライブ配信に当分の間ね、行かないようにしようかと考えております。僕は、どこかの団体に所属しているわけではなくて、フリーですので、いろいろな団体のデモや外宣に行っておりまして、まあ、その中ではね、まあ、やっぱり、多少何かね、言われることもありますけれどね。まあ、例えば、デモに参加している人の顔を撮るなとかね、言われることもありますけれどね。まあそういう場合は、まあ大抵の場合は、ああそうですかって言って、すぐちょっとね、その場を立ち去るんですけれど。これがね、例えば、もう少し揉めてしまった時の場合なんかにはね、僕はね、これ持っています。これね、僕の中ではね、お守りと呼んでおります。まあ、これを持ってるだけでね、警察の方の対応も違いますし、デモの参加者の方と話がこじれてしまったような場合、まあ、例えば、ライブ配信するな、とか、ですとかね、言われてしまったような場合、今の報道の、お守りを盾に取りまして、まあ、このような公共の場所で、その、外宣やデモ活動を行っているのですから、憲法第21条の、言論の自由を行使しているわけですからね。まあ僕の方もその憲法第21条の表現の自由の中には、報道の自由も含まれるということで、このような公の場所でその活動をしているのであれば、それを知りたいという、人もいるわけで、それをね、報道するのは自由だと、僕はね、もし万が一ね、
こじれてしまったような場合はね、話すつもりでね、あのお守りをいつも首からぶら下げております。まだねそこまでこじれてしまったことはありませんけれどね、まあその時のためにね、あれをね首からぶら下げております。僕の場合、まあいろいろな現場に行きますので、まあいろいろなことはありますよね。まあ例えばまた金儲けに来たのかとか、儲かりまっかとかね言われることもありますし、まあいろいろありますね。X ライブでねやってて収益化してないにもかかわらずね、そういうまた金儲けに来たのかとか言われるとね、ちょっとあまりいい気持ちはしませんけどね。まあしょうがないですね、これはね。人それぞれですからね。まあね、そういう嫌なことばかりではないですけれどね、好意的に接してくれる方々も多くいまして、またよろしくお願いしますとかね言ってくれる方々も結構いますのでね、まあそういう時にはね、あ、またそのイベントがあったら来ようなんていう気持ちにもなっちゃいますよね。まあ人だから、そういう気持ちになるのは、言われればね、そういう気持ちになるのはね、まあ当然でしょう。先ほどライブの記録が削除されたあの時の凱旋を行っていた団体のイベントにはしばらく行かないというお話をしましたけれど、違う団体が行うイベント関係にはね、今まで同様ライブ配信に行こうと思っておりますので、まあ引き続きチャンネル登録まあ解除しないでそのままでいていただけたら幸いです、嬉しいです。まあちょっとねライブ回数は減ってしまうかもしれませんけれどね、まあしばらくはチャンネル保護ということでね、そういう対応を取らせていただきます。まあ今日の動画はこれくらいで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。